地元のあることないことをご多きありがとうございます。今回は1987年9月14日熊本県玉名市の正代さんの公園で資産家の息子がなぶり殺しにされた熊本大学生誘拐殺人事件について見ていきたいと思います。熊本県玉名市に住んでいた田本達也は坂井正則、坂本誠也、結城忍と共謀してある男性を身代金目的で誘拐する計画を立てました。田本と結城は少年院時代からの知り合いで、結城は東京を本拠地とする暴力団を少し前に破門されていました。その欠場がまだ暴力団員だった頃、坂井と知り合い、坂井は夏頃から田本の実家に身を寄せていました。そして誘拐のターゲットは、田本の小学校時代の同級生、当時21歳の A さんで、A さんの実家は、熊本県玉名市で不動産やパチンコ店を営む資産家でした。A さんは酒が入ると人が変わり、ヤクザなんて金でどうにでもなるんだからな、と大声で話すことがあったといい、動機は親が暴力団員の田本が、これを聞いて腹を立てたのでは、と言われています。1987年9月14日夜、大学生の A さんは太宰府から父親に借りた車で帰省中で、車には交際中の女性を乗せていました。この女性も、田本と小学校時代の同級生です。玉名市内を走行していた A さんの車を、田本ら4人はレンタカーで尾行していると、A さんは午後9時半頃、玉名市郊外にある正代さんの公園内に車を止めました。そこに田本らが現れ、言葉巧みに A さんを正代さんの廃材捨て場に連れ出すと、A さんはいきなり一升瓶で頭部を殴られ転倒。そこを頭をめがけてコンクリートブロック片を次々と投げつけました。A さんは、たもっち、助けてくれ、と命乞いするも、田本はそれを無視したそうです。やがて息絶えた A さんを4人は近くの斜面から突き落とし、板くずや木の枝を上から投げて、遺体にかぶせて逃げました。その後、田本ら4人は女性に、A さんと佐賀で待ち合わせると偽り、レンタカーと A さんの車で連れ回し、佐賀県内や福岡県久留米市内のモーテルなどに泊まり、女性を強姦しました。17日、4人は A さんの父親の会社に身代金5000万円を要求し、福岡県久留米市内の喫茶店を受け渡し場所に指定したが、受け取りには誰も現れませんでした。熊本県警捜査本部は、A さんが運転していた車を手配し、足取りや交友関係を捜査した結果、田本ら4人の名前が浮上すると、田本ら4人は女性を連れて東京まで逃走しましたが、25日福岡市内で女性を解放しました。女性からの電話で、捜査員と家族が午後8時頃、JR 博多駅内で女性を保護しました。女性の膣壁は裂傷、子宮頸管部はただれて破裂しており、さらに性病に罹患し、腹膜炎を併発するというひどい状態だったそうです。捜査本部と玉名署は、不法監禁容疑で4人を指名手配しすると、26日朝、結城が東京都新宿区内で逮捕されました。同日午後9時頃には、酒井も東京都内で逮捕され、酒井の供述により、26日夜、八王子市内で A さんの車が、27日夕方、A さんの遺体が発見されました。28日には、坂本は警視庁に出頭し、逮捕され、30日には、田本は渋谷区内で逮捕されました。後半では、田本達也被告を除く3名が、主犯は田本と主張しましたが、田本被告は指示はしていないと否定していました。1988年3月30日の判決で、熊本地裁は田本被告について、自ら計画を立案、終始主導的役割を果たしており責任は重大として求刑通り死刑を言い渡しました。判決理由で裁判長は、犯行は田本被告が地理に詳しい場所、さらに面識のある被害者を選んで行われている。殺害時、他の3名が一時犯行を中断しようとしても、自らとどめを刺そうとしていることなどを考えれば、
田本被告が犯行の主導権を握っていたことは疑う余地がない。人を人と思わぬ犯行は極めて悪質かつ冷酷。21歳の若さで廃材とともに炎天下のもとに死体となって晒された被害者の心情は筆舌に尽くせず、同情の余地は全くないと述べました。酒井被告については、年長者でありながら、積極的に犯行に及んだ責任は重いとし、結城被告と坂本被告については、結城被告は家庭環境に恵まれない点があり、坂本被告は犯行全体を見ると消極的であることを考慮し、有期懲役刑が相当となりました。結城被告と坂本被告は控訴せず確定し、田本被告と酒井被告は量刑不当を理由に控訴しました。1991年1月22日の被告側最終弁論で、弁護側は犯行は集団心理の中で行われた。田本被告が計画、主導したのではないと述べ、酒井被告は他の共犯と比べて量刑が重すぎると主張しました。そして田本被告が主犯、酒井被告が参謀格とした一審判決は事実誤認であり、犯行に計画性がないとして2名とも減刑を求めました。3月26日の控訴審判決で、裁判長は大学生の生存を装って身代金を要求した犯行は悪質、計画を主導した2人の責任は重大として一審判決を支持、二被告の控訴を棄却しました。判決は、田本被告の役割について、犯行を計画、立案した首謀者、酒井被告も、共犯者を犯行に引き入れるなど、田本被告に次ぐ役割と認定しました。田本被告の主犯でないとの主張は、不自然で信用できないと退けられています。田本被告は上告後、弁護人を解任し、1997年最高裁に他に複数の共犯者がおり、立証したいという脱走未遂事件の動機ともいえる書面を提出。書面には5人前後の実名を挙げていました。1998年4月23日、最高裁は一審、二審の死刑判決を支持し、田本被告の上告を棄却しました。これにより、田本被告の死刑が確定しています。1998年4月23日、田本達也は最高裁で死刑が確定し、その後、2002年9月18日に田本の死刑が執行されました。田本は生前、犯罪者って別に違う世界から来た人間じゃなくて、皆の周りで生まれた普通の人間ですからね、という言葉を残していました。また、田本達也は、上告中の1996年12月21日夜、収容されていた福岡拘置所から脱走を企てていました。この脱走計画の協力をしたのは、福岡拘置所の看守で、拘置中の田本と仲良くなり、金切りの子、現金3000円、腕時計を渡していました。田本は金切りの子で、独房の鉄格子を切断しようと試みていたが、鉄格子の一本はすでに切断、別の一本もほとんど切れかかっていましたが、午後10時頃、巡回中の看守に発見されて未遂に終わりました。この騒動の調査中である1997年2月21日には、福岡拘置所所長が所長室で左胸をハサミで数箇所刺して自殺を図ったが、職員が発見して福岡市内の病院に運ばれ、所長は命に別状はありませんでした。しかし、入院した日の午後5時前、付き添いの家族が病室を離れた隙に窓から飛び降りて自殺しました。3月4日夜、福岡地検は逃走援助未遂の疑いで看守 S を逮捕すると、3月14日付で懲戒免職となりました。